こんにちは、エマです。1日1問、ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人はシャドーイングもしてみてください。では、3回言います。日本では、北を向いて寝るのは良くないと言われています。次は、ゆっくり言います。 日本では、北を向いて寝るのは良くないと言われています。最後に字幕を入れています。日本では、北を向いて寝るのは良くないと言われています。では、解説の時間です。どうですか 聞き取れましたかでは一緒に発音の練習をしましょう。私の後に続けてください。日本では北を向いて寝るのは良くないと言われています。どうですか上手に言えましたか発音は大切ですから一緒に毎日練習しましょうね。では語彙も確認しておきましょう。今日は北という言葉が出てきましたね。 皆さん、これを見てください。北はどれですかそうですね。ここが北です。じゃあ、北の反対は何と言いますかこれは南です。じゃあ、ここは何と言いますかこれは東です。じゃあ、東の反対は これは西です。北、南、東、西。これを方角と言います。皆さんは全部言えましたかでは最後にもう一度一緒に繰り返してください。日本では北を向いて寝るのは良くないと言われています。 いいですね。その調子です。では、今日は方角の名前を勉強しました。北、南、東、西。これらの言葉、ぜひ覚えておいてくださいね。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。ではまた、次のディクテーション、一緒に頑張りましょう。またね。さよなら。